今日のレースは、1レース目は、スタート直後の2コーナーでちょっと転倒者に絡んだってコースアウトしそうになったんですが、それでうまく立ち上がってで抜いていて追いつこうとしたんですが、結局追いつかなくて、結果が11位で終わってしまいました。で第2レースはそこを気をつけて、うまくその巻き込まれないようにしてうまくイン側に入って、ポジションを維持しました。そして、そこからうまく速い人たちのペースに合わせていってセカンドグループに入りたかったんですが、追いつかなくて、で自分的にももうちょっと攻めれたのに攻めきれなかったので、次はもっと頑張りたいです。